城南市長城南市は大韓民国圏域道の市。ソウル市南港の衛星都市でもある。大韓民国の地方自治法第175条に基づいて特例が適用される大都市に指定されている。ソウル市中心部から 21km の距離にあり、北はソウル特別市、東は甲州市、河南市、西は義王市、香川市、南は竜仁市と接する。 軽機動公衆軍の一部であったが、韓国で初めて人工的に開発され、1973年に城南市が設置された。また、市の南部も大規模のマンション団地が林立している、盆東ニュータウンとして1990年代前半に造成された計画都市である。いくつかの会社の本社が城南市内に移転している。 韓国のインターネット検索サービス大手、企業ネイバーが、本社機能を置いている。全線が首都圏電鉄に含まれるが、アラボン当線は、運賃計算法が、他の首都圏電鉄線と異なる。全線で、t マネーが使用可能。サッカーの城南 FC の前身である、城南一和天馬は、2000年に、城南市に移転後、2011年までの間に、 K リーグを4度優勝。2010年は AFC チャンピオンズリーグを制している。2014年シーズンより、城南市がクラブを買収し、城南 FC に解消。ありがとうございます。